何でもいいですけど、うん、とりあえずじゃあ一言言わせてください、はい、皆さん応援ありがとうございます。いや、全員があってのおかげです。これはあのね、はい、野球選手として、はい、ああいうプレーは普段からあるじゃないですか、はい、あの田中が2、3塁になったりとか、はい、あんな普通のプレーじゃないですか。そうですね。でもあの時だけ、はい、初めて久しぶり、はい、あのプロになって初めてです、はい、緊張しました。あ、そうなんですか。頼むと思ったら初めてかも。へえ、いや本当みんなドキドキしてましたもんね。まあでも勝ってよかったですね。ねえ、どこで見てました。僕はですね、仕事してました。3時まで。あー残念したね。4時ぐらいに知ったんです、優勝。トムさんは、僕はあの子供を寝かしつけてて見てなかった。お前も見てない。それまで見てた。それまで見てました、ね。いや本当あの時ロッテが負けて楽天が勝たないと優勝ならないんですか。そうなんですね。そのタイミングもね、最初楽天負けててロッテ勝ってたんですよね。そうなんですよね。今日はないかなってちょっと正直、うん、僕らも思ってました。正直思ってました。 できれば俺、うん、今日ね、はい、ここでね、ここで優勝が決まってほしかったんで、まあいいんですよ、もちろんね、まあまあまあ決まったから、ね、決まったんですけども、いや、希望はね、やっぱり仙台で優勝がやっぱ一番いいですよ。それ星野さんも言ってましたね、はい、だからね、あのこういろんなそれまでの試合見てて、はい、監督なんでここで代打出さねえんだろうとかなんでここでピッチャー変えねえのかなって、あれ多分監督ね、はいはい、マジック1ってここに変えてこようとしたんですよ。なるほど。もしかしたらそうなんだ、わざと負けて、ね、演出ですね。演出ですよね、ファンの皆さん思ってそういうことも考えていたかもしれない。いやあるかもしれないですね。まだまだ余裕あるって思って、はいはいはい、監督もだって本当に今年の楽天ってね、負ける気がしなかったですもんね、見ててね。本当にね、強いチームを見てましたよ、今年は。だって逆転が何回ありました。30何回でしょ。37、8回、ね、あの山寺浩一さんがね、逆転イーグルスって言ってました。逆転を逆転という。山寺さんもよくね、観戦に来られててね。いや、よく言ってました。今日も来たいって言ってたんですけど、あ、本当ですか。はい、でもこれからはクライマックスシリーズ、はい、そして頂点へとなりますけれども、 あと2回喜べますから、ね、あれどうすか、はい、見てて、うん、見てて、僕もちゃんと見てますよ、選手のことは、はい、チームのことは、ね、もちろん見ててどうすか、 CS 勝てそうですか。いや絶対勝てるでしょ。トムさんどうすか。まあ勝てるんじゃないですか。負ける気がしないし、短期決戦だったら楽天一番強いです、絶対に、うん、本当ですか、はい、どこが強いですか。え、どこが強いと思いますか。どこが強いって、だって今投打もう噛み合いまくってるじゃないですか。最近点取れてないですよ。そこはこの間だって11点取ったでしょ。取りました取りました。なんか32イニング無得点っていう1年目の楽天見てるみたいな。ちょっと不安になりましたけど、ね、確かに。でもこれがまた田中が投げて、まあ、投げて取ってね、やっぱ田中ってそうやって考えてやっぱすごいですね。マー君はやっぱすごいですよ。これはクライマックス全部当てていいと思いますよ。そんなそうですよね。ったらいいんですよ。あ、乗本は1回投げさせて。あ、乗本1回、9回だけ投げましょうか、また。違う、1試合だけ、1試合だけあと全部田中投げさせて。昔の野球はそうですから、金田さんとかね、稲尾さんとかね、そうですよ。だから400勝できるんですか。考えられないですよ。考えられないですよ。もしかしたら田中も200勝できないかもしれないぐらいの、そうですよ、その投げさせ方がね、そう変化しますからね、そう、消耗品なんでね、そうです。大先輩方はどうやって投げてたんですかね。どうやって400勝って、ね、多分1球投げて投げちゃったんで、これで勝ち星ついて帰るとか。そうそうそう。絶対そういうのあったんですよ。あ、投げさせろ。そうそうそう、まあ、特に後輩が投げててね、勝ってる試合なんか途中から投げて、そうそうそう、よし俺勝ったからって。そうそうそう。いやあるんじゃないかなと思う ね。まあでも楽しみがあってね、すごいいいですよ、ね、本当もう仙台ね、東北盛り上がって、ね、あの草野さん、あの聞きたかったんですけど、はい、草野さんのアンバサダーのなんか人形みたいなじゃん、あれ売れてるんですか。あれ売れてあれね、あの買った方がいらっしゃいますね。いや買った方、ありがとうございます。あ、ありがとう、たくさんいらっしゃいます。4人しかいないじゃん、たくさん。違うんですよ、あれ限定500なんですね。500何個余ってるんですか。だから完売した。完売おめでとう。すげえ。しかもね、えー、もう即
とは言わないけど結構ありました、あそこで。販売をしたでしょ、多分。あ、そうですか。で、聞いてます。まだ売ってたけどな。あれは追加で作ったのかな。あ、サンプルか。ちゃんとこういうのがありますよ。なるほど。記念に残しとかないと全部なくなっちゃったんで。さっきね、横腹触ったら肉ついちゃった。これあんま何だ、大不足だよ。じゃあ一つ言っていいですか、じゃあ。はい。エヴァースポーツやってますね、やってますね、はい、あれ終わるのが12時半ぐらいですね、はいはいはい、お家帰って、はいはい、ご飯食べてないんで、はいはい、あのゲームの時は、あ、そっから食べる、やっぱりちょっと帰ってつまんで寝ちゃうと、うん、やっぱりそうか、トーク放送のせいだなエヴァースポーツのせいだ、エヴァースポーツのせい言っときましょう、僕のゴミやりんで、オッケー、はい、俺来年エヴァースポーツしねえぞってこんな太るんだったら死ねえぞ、それも言ってきます。僕らが代わりにやりますからね。あ、いいっすね、いいっすね。どんどん太りますからさらに太りますから、やばいっすね。いやいや、でもね、本当にね、楽しいですよ、楽しいですよ、盛り上がって。僕はね、札幌から帯同したんです。で、僕あの1年間そういうお仕事をさせてもらって、はい、開幕戦しか行ってないんですよ、今回。あの1年間で、はいはいはい、で2回目遠征について行ったのが札幌、はい、そう、草野さんはこ検査の時はここにいるんです。だからアウェイの時は行かないんですね。行かないです、まあ、東北にいっぱい実は行ってるんですね。で、こう子供たちにお話をしたりとか、いろいろやっぱりあるんですよね、イベントが。だから行けないんですよ、正直。でもこの間は行ってたでしょ、優勝決まるとこ行きました、でね、初めて、はい、あの西武のライトスタンド、はい、いっぱいバーっていっぱい応援に来てくださったところに、はいはい、橘社長と行って、お、あの団長に、はい、今日お願いしますって言って2人で、はい、なんかわーって盛り上がってました。やっぱりお客さん多かったですか。いや、普通の試合より多いですね。2時には完売って言ってましたんで、すごい。でね、はい、まあうちのレフトは僕たまに行って、まあ、大体その歓声の大きさとか、一生懸命応援してくださるのは、ね、はい、知ってるんですけど、やっぱりこうアウェーで応援してくれる方、はいはいはい、どんな感じなのかなっていうのも興味があったんですよ、はい、で行ってやっぱめちゃめちゃ盛り上がってますね。すごい盛り上がって、今年すごかったって聞きました、僕らもアウェーのね、札幌ドームかなんかで、楽天戦2009年かな、野村さんの最後の日、札幌、はいはい、クライマックスの、はいはいはい、札幌ドーム行ったんですけど、漫画ですね、漫画、福森がボーンって言われて漫画ですよ、漫画ですよ、漫画ですよ、あれ絶対漫画ですよね。びっくりしました。楽天のファンどれぐらいいるのかなと思って、こう球場をずっと見渡してたら、ちょっとしかいない。ちょっとですね、3、4人、まあ、もうちょっといたら、もうちょっといるわ、3、4人の列、ああ、そうそうそう、幅がね、幅がね、で、縦に長いんですね、縦に長い、あ、でもちゃんといるわと思って、そうですね、やっぱ一応ね、嬉しかったです、札幌のファンがいっぱい来てるんでね、スペースは限られますけど、そうですよね、でも楽天って関西でもものすごい人気あるんですよね、まあ、今、本当ね、毎年毎年増えてるのはね、選手知ってるんですよ、そうですね、なんかファン増えてねえかって。ファンがね、明らかに増えてるんです。東京ドームでも楽天戦が一番入るんですって。ほんと満員ですよ、東京ドームも。だからその1位になってこう優勝が見えてきたぐらいからは、よその球団の人に感謝されるんです。楽天戦ほんとありがとうございますって。お客さんが来ますと。そう、お客さんが入る、いいですよね、でもそれもいいですよね。いい、やっぱ勝つっていうのがね、はい、いいことですよ。そうそう、ほんと弱かったんでね。僕のせいです。僕のせいです。さっき言ってました、監督がね、うん、で3人で監督が言って遊び行ったら、遊びに行ったらもうビリビリしてる、もうアンバサダーがもうやめたから強くなっちゃって監督がそれだけ言われてましたけど、あんなに笑顔の星野さん初めて見ました。そうなんですよ、なかなかね、お会いしてもこう我々萎縮しちゃうの。いつも鬼みたいな顔してます。鬼じゃない、采配も考えてる、采配も考えてる、采配も考えてる。いやでもね、本当笑顔で監督が、ね、本当に素晴らしい、何やともあれ良かったです。そうですね、そして今日はもう帰ってきての、今日イベントあるんですよね、また終わった後、今日優勝セレモニーやるんですよ、ね、はい、ね、星野さん、これが間近で見れない僕の辛さ、ね、でどこにいるんですか。解説です。でも特等席でしょ。かっかりされる、だって上から見る、まあ結構上ですからね、近いところに行ける権利持ってるんですから、ね、
アンバサダーっていう。確かに。ブランドの中に入っていいですから。いいですね。そう、そうやって考えるとね、あれをね、体感してみたかったですけど。いや、なかなか見れるもんじゃないですからね。今日すごく楽しみです、本当に。ぜひ皆さん、目に焼き付けていただきたいと思います。この辺でいいんですか、お時間的には。草野さん、バッチリでございます。草野さん、草野、草野、何呼びすぎたんだ。草野、そろそろですって感じ。草野、そろそろです。次のステージ、準備が欲しい。やっちまったなみたいな。選手じゃねえもん。面白い。選手じゃねえもん。せめて草野さんって書いて。小さく書いていただきました。草野ちゃん、草野、そろそろです。本当に。あ、楽しい。今から、はい、鏡割りを、はい、あ、鏡割りか、するみたい。どちらでやられるんですか、それは。あの辺で。僕もよくわかんないです。なるほど。はい、で、お酒を、優勝した時のお酒を皆さんに振る舞う。ありがとうございます。もう酔っ払って、ね、素晴らしい。今日は酔っ払って応援してください。はい、ただですね、はい、ボールだけは本当気をつけてください。ボールね、ここは、ね、ファールボールだとか、うん、しますか。本当に、ね、高級痛いですからね、当たったら本当に、うんうん、じゃあそろそろ僕も帰りますんで。そろそろお願いします。ありがとうございます。じゃあ後ほどまた。